はい、今回は新年度一発目ということで、園長の番頭さんに来ていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、新年度ということになっていくわけなんですけども、まず昨年度の総括ですね。総括はね、まあ、うちの動物園というよりね、なんかこう動物園水族館全体のことだったりとか、ちょっと動物園自体を懐疑的に見られちゃうような傾向っていうのがちょっと出ちゃったような気はすごくする。他の動物園でもそういう話はすごく聞いたので、一方で楽しみたいっていう部分と、一方でその裏返しの見方っていうのが出てきたのかなって、ちょっと難しい、将来のねことを考えても難しいこともあるのかなっていうのはちょっと思ったですね。まあでもその辺に守りに入らずにやっていけるかどうかっていうのもまた問われるところなのかなっていうのはあるかな。まあ、なかなかと暗い感じで始まった今回なんですけど、まあ総括が確かにね、総括がそういう感じで、まあうちもね今までなかったその落札業者がないっていう、この本当はこの後ろの猿山はもう今頃こんなになりましたよって言ってるはずなのに、あら崩壊したまんま、崩壊したまんまっていうことでね、とかね、やっぱりいろんなことがねちょっとね、あの不意をつかれたようなことが多かったかな。そうですね、本当に確かにここはね新しくなってこんな風になってますよっていうのが本当は ねできたはずだったんですけど、まあ、今回に限ってはまあ、ね、そんな暗い中でも、まあ、シマフクロウもね入ってきたりとかしましたし、いろいろとやっぱりその繁殖っていうのをベースにできるようなのは着々と積み重ねてきてるのかなっていうところはね、まあ、これからがちょっとね明るいニュースになるかどうかっていうところでありますけど、まあ、去年で言うと、まあ、地味かもしらんけど、その地元の自然とつながるっていう部分ではね、その手売り猫のあの問題とかを共有できてきたこととか、やっぱりそういうなんか具体化できてきてるのがやっぱり大きいよね。そうですね、そういうことをしっかりとまた積み重ねていって、いくことなのかなとは思うんですけどね。まあ新年度ですよね、やっぱり新たな気持ちになっていくわけなんですけど、まあ、まずここの裏後ろにいる日本猿の場所ですね。やっぱり外国からのお客さんが増えてきてるっていう面では、北海道に来てるんだけど多分うち以外に動物園に行くことってまずそんなにその観光できた時にはなくって、やっぱり日本っていう立ち位置でいうとやっぱり日本猿っていうのはすごく象徴的な生き物だよね。特にアジア圏の人たちみんな猿いるけど、今度雪の中でも暮らせる猿っていうのは地球上日本猿しかいないわけだから、やっぱりそういうことも含めてね、日本の生き物たちのことだったりとかっていうのをなんかねこう玄関口になればなっていう思いもあって、まあその中で単独じゃなく少しちょっとイノシシが一緒に生活できる空間が作れないかという、また新たに部分になっていくわけですね。まあそうなんだね。にやけてる時点でもなんかねこう何もごともなくね、うまくいくのか、あの認め合っては生きるんだよね。その好きだから一緒にいるとか嫌いだから一緒にいないとかっていうんじゃなくて、嫌いだからあっち行けではなくて、でも嫌だけどちょっと認め合うんですよね。で時間ずらしたりとかいろんなことでその空間の中で一緒に生きていくっていう、そういう感性があって、だからそういうようなそのたくましさだったりとか、そういう感覚だったりとかね、そういうものもしっかりと発揮できるようにして、でそれをお客さんにあそうなんだって気づいてもらえたりしていけたらっていうのはどうしてもね あるから、まあ本当にチャレンジになっていくと思うんですね。そうです。施設っていうよりもその共存できるところにどう持っていけるかっていうのは一つチャレンジになっていくのかもしれないですね。開園は4月の29日ということですので、またぜひね、まあ閉園中は我々もね一生懸命いろんなことをやりながら、閉園中はね、まあまたみんながああなるほどなっていうかね、また来たいなって思ってもらえるような区切りになって、して、まあ一応節目ではあるからね、50周年っていうのが来年に迫ってきてるので、やっぱり49年目、50年目をなんか節目なんだけど50年目からスタートを切れるような何かこう、こう積み重ねていきたいなと思いますね。そんな年に来年は、まあ、今年っていうか新年度になっていきます。またぜひ足をね、本当に足を運んで、ね、自分の目でずっと見続けてほしいなと思いますね。はい、ということでしっかりと締まりましたので、はい、また
園長には来ていただくということなので、はい、これからもどうか旭山をよろしくお願いいたします。